こんにちは、野賀です。今日は筋トレと有酸素合わせて約40分のフルコースメニューになります。本当にね、きついと思うんですけど、やり終わったら絶対後悔しないし、本当にやってよかったと思えると思うので、ぜひ最後まで一緒に頑張りましょう。お水とタオル、絶対汗かくのでね、忘れずに用意してから行ってください。これからの季節かなり暑くなるので、熱中症だけは気をつけてね。気持ちが悪い、体調が悪いっていう時とかはお休みしたり、空調を管理したりしてください。このメニュー、ほぼ同じようなメニューを続けた人の中には、5キロから8キロ、10キロとかね、痩せた人も続出している、本当に効くメニューなので、ぜひね、信じて最後まで一緒にやってもらえたらなと思います。今日やるのは、今まで出した動画の中から人気なものを集めました。お尻、足、背中、腕、腹筋、それからね、10分間の有酸素ダンスで最後汗をかいて最後ストレッチするという流れです。それぞれの動画のリンクは概要欄にも貼っておくので、気になる動画があればコメントにもぜひやってみてください。はい、それでは10秒前です。ここはいいでしょうか。準備してください。一緒にね、頑張りましょう。私もこのままフルで頑張るので、5、一緒に汗かいていきましょう。3、2、1。まずはお尻の筋トレからです。仰向けになってください。まずはヒップリフトです。足と膝は拳一つ分開けます。お尻を突き上げて上で1秒停止します。完全にお尻がつかない位置まで下ろしましょう。上げた時は肩からお尻までが一直線になるようにします。腰は反らしすぎないようにお尻で持ち上げるイメージです。膝が開かないように注意しましょう。大臀筋を鍛え骨盤の歪みも直します。次はフロッグブリッジです。足裏を合わせ足を開いた状態で行います。上に上げたら1秒グッと力を入れて静止します。足裏を押し付け合うように膝は無理に開かず自然な状態を保ちます。お尻の外側に効いているのを感じて、腰を反らないように注意しましょう。次は片足のヒップリフトです。片足を膝にかけた状態で行います。ヒップリフトよりより負荷をかけたトレーニングです。骨盤が回転しないよう平行を保ちます。かかと重心を意識するとお尻に効くのが分かりやすいと思います。反対です。1回ずつ丁寧に行いましょう。上でグッと止めます。諦めず頑張りましょう。次は内ももを引き締めます。横になってください。下の足を上に引き上げるように動かします。お尻を鍛えると同時に外ももを鍛える動きが多いので、内側の筋肉を同時に鍛えることでバランスを整えます。O脚の方にも効果的です。反対です。完全に足が下に落ちて力が抜けないようにします。普段あまり使わない筋肉なので最初はきついかもしれません。頑張りましょう。内もも効いてるのを感じて、次は四つん這いになり足を後ろに上げます。腰を反らないように肩は落とさず丸めます。膝は少し曲げ、ももを天井に引き上げるイメージで足を上げましょう。一番上でグッと止め下ろします。真後ろより少し外側に上げましょう。お尻のたるみを撃退します。反対です。
お尻に効いてるのを感じてしっかり引き上げます。大臀筋を鍛えると骨盤を安定させ脊柱を支えるので背中や腰の痛みにも効果的です。次で最後の動きです。横に足を上げます。膝を90度に曲げ真横に引き上げましょう。中臀筋を鍛えお尻のへこみをカバーし丸いお尻を作ります。体が足につられて開かないように。お尻が熱い、きついのは効いてる証拠なので頑張りましょう。反対です。足を引き上げるイメージで一番高いところでぐっと止まります。まっすぐ横に。ラストです。頑張って。お疲れ様でした。今のがね、本当に大人気のお尻トレーニングです。もうね、コメント欄を本当に見てほしい。もう大げさじゃなくて、5日とか1週間とかで効果が出た、感じられたって人がね、たくさんいます。そのぐらい効くトレーニングなので、もうね、今日みたいに40分毎日絶対やれとは言わないけど、10秒前です。これだけでもね、やるといいかなと思います。準備してください。はい、次は足のトレーニングです。5、4、3、2、1。今日も一緒に頑張りましょう。ギュッと上がったお尻、まっすぐで引き締まった足を作ります。まずは足パカです。足をまっすぐ上に上げ、開いて閉じる動きを繰り返します。体が硬い人は膝が少し曲がっていても大丈夫。足がまっすぐ上がらない人や腰が痛い人は腰の下に重ねたタオルを敷きましょう。ハンドを使って開くと股関節を痛めるので足の力でセーブしながら行います。あと少しです。丁寧に繰り返します。次は左の足パカです。右足はまっすぐ上に伸ばしたまま、左足だけ足パカします。倒せる角度が大きくなり、より負荷がかかります。両手を広げるとバランスが取りやすいです。反対です。腰がつられないように気をつけます。あと少し、頑張りましょう。頑張れ。10秒休憩です。さあ、さらにね、お尻も追い込んでいきます。膝を立ててください。足は腰幅、かかと重心でお尻を持ち上げます。膝から肩までが一直線のところでお尻に力を入れます。腰を反りすぎないように注意しましょう。お尻と裏ももを意識します。その調子。次はクロス足パカです。
交互に足をクロスします。その調子。諦めないで、しっかり内ももを意識して繰り返していきます。10秒休憩です。足を立て、右足を左の膝の上に乗せてください。骨盤が地面と平行な状態を保って、片足でお尻を持ち上げます。丁寧に繰り返しましょう。頑張って。上でギュッとお尻に力入れます。お尻上がれ、念じながらお尻上がれ。反対です。お尻に効いてるのを感じましょう。もうね、本当にすごい慣れてきちゃった人は、余裕って人はお腹の上にね、ちょっと重いペットボトルとか乗せてやると、さらに負荷がかかります。次は内ももを鍛えます。横向きになってください。下側の足を天井に引きつけるイメージで持ち上げます。内ももをさらに引き締めます。頑張りましょう。反対です。下ろしたとき、完全に力が抜けないよう気をつけます。あと少し。10秒休憩です。さあ追い込んでいきます。まだまだ。次は足パカです。だんだんきつくなってきましたね。美しい足のためにもう一踏ん張りです。頑張ろう。頑張ろう。次はフロッグヒップリフトです。足と足の裏を合わせてお尻を持ち上げます。無理やり膝を開こうとせず、自然に開くところで大丈夫です。お尻の外側に効いてるのを感じて。これもさっきと一緒で、重りここに乗せてやるとね、負荷がかかります。諦めないで、あと少しです。頑張れ。10秒休憩です。
ラストスパート最後まで頑張りましょう。次はクラムシェルです。腰、膝、足首を90度に曲げて横向きになります。かかとを合わせたまま上の膝を開きましょう。ぐっとお尻に力を入れます。丁寧に。これを負荷かけたい人はアマゾンとかでね、1000円ぐらいかなで売ってるゴムバンドをね、フィットネス用のこの膝のところに巻くと負荷がかかります。筋とかでも売ってるのかな、どうなんだろう。反対です。かかとはつけたまま膝を開きます。あと少し頑張りましょう。いよいよラストです。クロス足パカで追い込みます。気を抜かず一回一回内ももを感じて繰り返します。足はねこれで本当にラストなのできついけど最後まで一緒に頑張りましょう。この後ストレッチを行います。むくみ、張りを取り、すっきりとした足を作るためにぜひストレッチも合わせて行いましょう。さあ、あと10秒です。5、4、3、2、1。今日もよく頑張りました。お疲れ様でした。はい、お水で飲んでください。もしね、喉乾いてない人も喉がね完全に乾く前にこまめに水分補給を取った方がいいです。いやー、追い込みましたね。今の動画は本来ならねストレッチも簡単なストレッチも、ね、10秒前です。それも、ね、準備してください。合わせてやってみてください。次は背中です。5、4、3、2、1。次はバックエクステンションです。息を吐きながら体を上げ、吸いながら戻します。首を後ろに反らしすぎないようにしましょう。しっかり肩甲骨寄せます。次はバタフライです。肩甲骨を寄せて手を大きく動かします。手はできるだけ遠くをタッチするイメージで動かしましょう。次はスイマーです。手とつま先はまっすぐにします。上体が下がらないようにキープしましょう。気持ちいい。もう少し胸を上げてみましょう。半分まで来ました。あと少しです。頑張れ。あと少し頑張って。最後はリバースプランクです。体全体がまっすぐになるようにキープします。呼吸止めずに。腰が下がらないように背中をしっかり意識しましょう。残り10秒です。頑張れ。お疲れ様でした。もうね、すごい汗かいてきました。
腹筋ねやってる人多いかなと思うんですけど、筋トレはねバランス大事なので、お腹鍛える人はぜひね背中も忘れずに前面と背面のねバランス取るためにもやってください。そうじゃなくてもね、背中大きい筋肉なので痩せやすくなるし、10秒前です、姿勢も良くなるし、ね、準備してください。とってもおすすめのトレーニングです。さあ次は腕、4、3、2、1 頑張りましょう。リバースプッシュアップから始めます。肘が後ろになるように。二の腕ね、たるみを取っていきます。引き締めるぞ。少し後ろに体重をかけるイメージです。両腕三頭筋に引かせていきます。次はフックです。肩から大きく、力が逃げないように顔の先で手を止めましょう。思いっきり振って全力でピタッと止める。次はアッパーラッシュです。肘をできるだけ後ろに引いて全速力で。腕思いっきり振って。2周目です。同じ動きをシャープ1周します。肘開かないように、できるだけ後ろにね、引くイメージです。次はフックです。最後はアッパーラッシュです。あ、最後、全力でプレスプレイ。ラストです。頑張って。さあもうね、なんとお次で筋トレはラストです。早い、やりだすとね意外とあっという間ですよね。ラストは腹筋ね追い込んでいきます。お水が美味しい。10秒前です。準備してください。最後頑張るぞ。5、4、3、2、1 1600万回ぐらいに今再生されている大人気の腹筋トレーニングです。早速始めましょう。まずは腰を左右に振る動きです。を書くように動きます。腰が下がりすぎないように。次は仰向けになって足上げの動きです。勢いに頼りすぎず腰を高く引き上げるイメージで。お腹効いてるのを感じて。次は交互に手足をタッチする動きです。しっかりと上体を起こしましょう。息をふっと吐きながら交互にタッチします。残り半分まで来ました。次は足回しです。お尻の下に置いて腰を浮かないようにゆっくりと回しましょう。次は足上げ上体起こしです。胸と膝を近づけるように。水テスト。息を吐きながら膝の上に引き寄せて。最後は気を抜かずにキープします。さあ本当にね、次でラストの動きです。自分が一番きついところでキープしましょう。残り10秒です。ああ
れ様でした。あ、頑張った。汗ね、しっかり拭いてください。お疲れ様でした。さあ、ここからね、有酸素で引き締めていきます。もうね、腹筋はこれが2分の始まりで、2分3分とね、たくさん動画出してきたんですけど、ついにこの前に9分の腹筋動画出しました。もうみんながすごい頑張ってくれるから、10秒前です。上がっていって準備してください。できればね、チャレンジしてみてください。さあ、ではダンスやっていきましょう。3、ダンスで、ね、苦手な人もね、1、あのたくさん体を動かして汗かけば OK なので、今日も一緒に脂肪を増やしましょう。ついてきてください。まずは交互に手を大きく振る動きです。しっかり手を伸ばして、今日も一日一緒に頑張りましょう。次は手を上下に伸ばします。お尻は後ろに引いて、その調子です。次はスクワットから足を交互に上げる動きです。スクワット、上げる、スクワット、上げる、その調子です。ピタッと止まって、次は肘を開いて閉じながらステップを踏みます。しっかりね、肩甲骨動かしていきます。テンポよく、最初の動きに戻ります。右手からです。大きく回しましょう。次は両手を上下に伸ばす動きです。しっかり腰を落とします。次からスクワットです。3、2、1、スクワット、上げる、スクワット、上げる、スクワット、開ける。今日も最後まで頑張りましょう。次は左右にステップを踏みます。リズムに乗りましょう。深呼吸です。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。次からスクワットの動きです。3、2、1、スクワット、上げる、スクワット、上げる、もっと腰落として、しっかりしゃがみます。最後ステップを踏みます。1曲目が終わりました。だんだんと体が温まってきましたね。2曲目も頑張りましょう。あと2曲交互に肩を回します。だんだんと動きを大きくして、腕も伸ばしていきましょう。次から足をつけます。大きくステップを踏みましょう。次は手を開いてクロスする動きです。まずは上から、開いて閉じる、開いて閉じる、開いて閉じる、速くなります。完璧にできなくても大丈夫。楽しく思いっきり動きましょう。手を回します。上、下、上、下、
は手を回しながらステップを踏みます。腕をしっかり伸ばしましょう。次は右手を腰、左を曲げ伸ばししながらステップを踏みます。しっかり体側を伸ばして、その調子。次は反対です。できるだけ、ね、大きくステップ踏んでみましょう。手を開いてクロスさせる動きに戻ります。3、2、1、はい、開いて閉じる、開いて閉じる、開いて閉じる。次から速くなります。手を回す動きです。上、下、上、その調子。よくここまで頑張りました。あ、息が上がってきたぞ。ラストです。ラストまで一緒に頑張りましょう。まずは8回のスクワットです。1、2、しっかり腰落として、3、4、右足でステップを踏みながら手を上と横に曲げ伸ばしします。手は横から開きます。横、上、横、横、上、その調子です。上、横、次はキックとパンチです。次は右足のランジとキック2回です。ランジ、キック、キック、ランジ、キック、キック、繰り返します。嫌なこと思いっきり蹴飛ばすイメージで、ランジの時はかかとから踏み込みましょう。次は横にパンチします。3、2、1、パンチ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 、ふっと息を吐きながら、ふっ、思いっきりパンチしましょう。ふっ、次は斜め上にパンチします。パンチ、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 全力で、もっともっと思いっきりやるとね、全然引き方が違います。思いっきり全力で。最初の動きに戻ります。今度は左足です。横、横、上、上、横、上、難しければ横だけでも大丈夫です。次はキックとパンチの動き。手足左右交互にキック、パンチ、しっかり燃えてますよ。ラストまであと少し、頑張りましょう。脂肪燃えろ。左足のランジとキック2回です。ランジ、キック、キック、ランジ、キック、あ、くそ、蹴っちゃった。ランジ、よし、キック、キック、繰り返します。最後パンチでしっかり取り込みましょう。横から、ラスト思いっきり全力で追い込んで、嫌なことを全部引き飛ばしましょう。引き飛ばせ。さあ最後は上です。パンチ、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 パンチ。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。やった。10秒前です。準備してください。それでは最後ね、ストレッチで5、4、次のように疲労をためないために、ね、サクサクと伸ばしていきましょう。今日もトレーニングお疲れ様でした。疲れをためないようストレッチをしましょう。すべて吐く息で伸ばし、反動を使わないよう気をつけてください。まずは前もものストレッチです。足首をつかんでかかとをお尻につけます。膝は後ろに引きましょう。反対です。背中を丸めず、バランスが取れない人は壁につかまってください。足を一歩出し上体を倒します。もも裏を伸ばしましょう。腰を丸めないように。反対です。あー汗かいた。足を大きく引き、伸ばした腕を抱えます。ふくらはぎと肩を伸ばします。体が腕につられて曲がらないように。反対です。かかとはしっかり地面に押し付けます。足幅を広げるとより深くストレッチできます。つま先を引っ掛け肘をつかみます。すねと腕を伸ばしましょう。肘の角度を狭めると伸びがより深まります。反対です。頬が横に寝ないように、また顔が下がらないように注意します。片足を横に伸ばし深くしゃがみます。股関節のストレッチです。かかとがつかない人は上げても大丈夫。反対です。少し前に体重をかけるとバランスが取りやすいです。5分間のさっくりバージョンなんですけど、ロングバージョンも動画出てるので、ちゃんと、ね、時間にしたらそっちも手を膝に置き、前に重心を乗せます。ゆっくり伸ばしてください。足の甲は寝かせ、股関節の前の部分をストレッチしましょう。反対です。手で膝を押し、上体は起こします。正面を向いてあぐらをかいてください。次は首のストレッチです。手を反対の耳に回し、ゆっくり倒します。反対の手を外側に歩かせると、さらに伸びが深まります。反対です。ゆっくりと伸びを感じて、両手を組んで後頭部にかけ前に倒します。背筋は伸ばし、頭の重みで気持ちよく伸ばします。手で胸を下に引きながら上を向き、首の前面を伸ばします。首を少し傾けると伸びる位置も変わります。体側を伸ばします。お尻が浮かないようしっかり地面に押し付けましょう。反対です。前のめりにならないよう注意します。腕を組んで背中を後ろに引きます。腕を8の字のように動かし、肩甲骨を開いて伸ばします。うつ伏せになりましょう。次はお腹を伸ばします。よいしょ。手で地面を押し、お腹を伸ばします。腰が痛い人は反りすぎないように、肘をつくくらいでも大丈夫です。そのまま左右に腰をひねり、お腹の側面を伸ばしましょう。かかとにお尻を乗せ、背中全体をストレッチします。仰向けになり膝を立ててください。お尻のストレッチからです。膝にくるぶしを引っ掛け、太ももを胸に引き寄せます。お尻の伸びを感じましょう。反対です。膝
を反対の手で抱え、ひねるように倒します。肩が浮かないように地面に押し付けます。顔は広げた手の方向を向きましょう。反対です。腰と胸のストレッチです。気持ちよく伸びましょう。最後は両膝を抱え、左右に揺すります。背中をマッサージしましょう。お疲れ様でした。手足をほどいてください。はい、お疲れ様でした。今日頑張って自分に拍手。もう本当によく頑張りました。今日はね、特にお尻と足すごくね重点的にやったメニューなので、しっかりね足ストレッチとかねよくして伸ばしてほぐしてください。汗もたくさんかいたのでね、シャワー浴びて次の日に疲れ溜めないようにしましょう。またね、筋トレ筋肉たくさん使ったので、ぜひプロテインねこのタイミングで飲むことをおすすめします。私がね最近飲んでいるのはクレアタイプの、マイプロテインさんのクレアタイプのプロテインです。その他ね、ウェアに関することとかプロテインに関することとかいろんな質問とかね、まとめたものを概要欄に載せているので、よければチェックしてみてください。本当にね、今日はお疲れ様でした。もうすごいね、本当に今めちゃくちゃ疲れたと思うんですけどね、またしっかり寝て、しっかり食べて元気になってね、またいつか、明日、明後日かな、はい、お会いしましょう。はい、では今日もね、本当に最後まで一緒に参加してくれてありがとうございました。チャンネル登録と、まだの人がね、もしもいたらチャンネル登録、それから高評価ぜひね、ちっと押してくれると嬉しいです。はい、では今日もありがとうございました。バイバイ、お疲れ様。